三浦貞勝は戦国時代の武将、三政家国高田城主。通称は、孫心を遠藤見守る。父は三浦貞久。兄に貞広。子に桃久まる。天文十二年、三政家国の武将、三浦貞久の子として誕生。天文十七年、父貞久が死去すると三浦氏家臣団に擁立され、当主となったが、 これを後期と捉えた天子氏家臣、宇山久信に攻められ、高田城を奪われる。永禄2年2月、天子氏が毛利氏の信仰を受けている隙をついて、高田城を奪還し給料を回復する。以降、浦上胸影に夜通したとみられるが、三村栄知家の調略により切腹に追い込まれた。この時に落ち延びさせた妻は後に、浮き直家の妻となった。しかし、 これらを証明する当時の文書は見られず、当時の甘氏とのやりとりで、A6 年間に高田城を奪回した形跡もなければ、むしろ、毛利氏に従っていた三村氏からの攻撃を受けるまでに、すでに、甘氏の居城であるガスさんと田城へと、重臣、牧正春が逃亡していることも確認されており、上記を記した資料は、史実とは異なっている。自陣は、 A68 年12月とする記録や、より具体的な A67 年12月15日とする説がある。去年22、法名は、商明院伝信付き集金。ありがとうございます。